はいどうも佐です今回のこの動画ではですね近似記憶短期記憶が鈍ってしまっている方に対して、まあ、どんなふうなことができるのかということについてお伝えしようと思いますはい、まあ、こういう記憶に関するエピソードですね、まあ、この動画を撮ってる今日まさにねあったわけなんですけれども、えー、僕はですね先ほどまで、はい、群馬県の方におりました、はい、月に1回ほどですねこう勉強させていただく機会を頂い,いておりまして、まあ、帰ってきて今というような感じなんですけれども えー、そう、その群馬でですね、こう利用させてもらう、まあ、カフェがあるんですね、まあ、要は月に1回ですあの、利用させてもらうスタバがありまして、そこの店員さんがね、なんとね、僕のことを覚えてくれてたんですね、はい、月に1回、ほんまにちょっとの時間、おるみたいなやつなんですけれどもね、それでも覚えてくれてて、で、僕はですね、まあ、その群馬のスタバに限らず、そのどこのスタバ行っても、大体ドリンク、同じものを頼むんですけどね、そのドリンクをね、ぴたりと言い当てられました。はい ホットコーヒーの、ね、デカフェっていう、ねまあ、カフェインレスの、えー、ホットコーヒーなんですけれどもねそれをね向こうから言ってくれたんですねびっくりしましたすごい嬉しかったですねはいそんなにね頻度高い頻度で言ってるわけじゃないのに覚えてくれてるんだと思ってねただねなんで覚えてくれてるのかなと、はい、僕なりにも考えた結果ですねおそらく、まあ、そのスタバではあのそのホットコーヒーのデカフェがそんなに注文されることないんでしょうねあの僕が注文したらその 準備するのでお時間くださいっていうふうにこう声かけをねもらうのでなのでまあちょっと印象に残ってると思ういつもと違う,こうドリンクが頼まれてるっていうような感じで印象に残ってるんだと思うんですねそのスタッフさん的にはねイレギュラーはいこういったことをあの与えてあげるっていうのはねこれは認知症患者さんにとってもですねこう結構記憶を刺激されるんじゃないかなと思っております患者さんあの女性の方なんですけれどもその方ええー、とねどんな方かというと結構おとなしめなタイプなんですねおとなしめなタイプで一人暮らし はい、家族さんとは別居している自分,自分自身1人であの生活をしているっていう人でね、まあ、こうタイプ的に言うとですおとなしいタイプなんですあんまり声を大きな声を出したりねなんかこうそういう風にしゃべったり言うのはあんまりないんですね、まあ、かといってうつ傾向があるわけではないんですけれどもおとなんか大人しい方なんですなのでまあそんなちょっと声を出してあげたいなというふうにある日僕は思いまして、はいでね、あの思いついたのがですねこうびっくりさせるっていうね、はい、びっくりさせる。 あの僕じゃない他のねスタッフさんとこう施術をやってもらってるとやってもらっててで終わりましたとはいでもうすぐ帰りますよぐらいのタイミングの時に僕はねあのちょっと物陰に隠れてですねびっくりさせるんですね大きな声出るかなと思ってであの女すっごい大きい声が出た時とかねあのすごいびっくりしてた時っていうのはやっぱりその時のね出来事情景をね覚えてるみたいですね後から家帰ってねご家族さんこうね聞いてたらあの,あの時こうびっくりしたみたいなことを言うんですってはい その人の人症状的にににはね本本当当負担記憶が本当に弱いあの何回も猫、ね、同じこと聞かれたりだとか忘れすぐ忘れてしまうっていうようなタイプの方なんですけれどもやっぱりそのね僕がこう脅かした時の出来事とかは覚えてるみたいですだからその方の中ではね僕のことをねびっくりさせる人っていうふうにね覚えてるみたいなんですけれども、はい、まあ、何が言いたいかというとねやっぱりねこう普段の、ね、こう生活でそういうび びっくりする出来事、まあ、その方からしたらびっくりする出来事ですけど普段の生活にこうないことっていうのをやるとやっぱり印象には残る強いですね、はい、特にこう認知症の方というのはこう毎日ねあのルーティーンのような生活というか、まあ、決まったような出来事しかやらなかったりする方がすごい多いんですね、はい、なのでまあそと普段そういうことを全くやってないね全然違う要素のものをこう取り入れるっていうことは割とね印象に残る会話返答体にですねあの合戦につながるんじゃないかと思いますんで